私がやっている不動産投資の方法とですね、あと多くの不動産投資のスクールとかコンサルがやられている方法の決定的な違いについてお話したいと思います。それはですね、非常に分かりやすいんですが、他のスクールやコンサルはですね、こういう物件を買いましょうと、もう PDF でもう何十ページ何百ページというようないろんなチェック項目とか確認するところが書いてあったりとか、あとは1日ネットで200件300件の物件を見なさいとかですね、もうそんな風にですね、何でしょう、もう頑張れ頑張れっていう感じなんですよね。私は頑張れ系って呼んでるんですけども、あと同じように銀行の融資を受けるのもですね、銀行の融資を受けるためのプレゼン資料はこう作りましょうとか、 あとは銀行の訪問の仕方、あと訪問した時のプレゼンの仕方とか、着ていく服とかですね、全部こう書いてあるわけですよ。 でもそれが、それをですね、普通の会社員、ましてやすごい忙しい会社員がそんなのもできるわけがないんですね。ですから、スクール入ったはいいけども、実際買う直前まで行く人が本当に1割か2割で、さらに実際物件買える人っていうのはその中からさらに1割か2割と言われてます。ほとんど買えないんですよね。で、あとですね、さらに悪いことにはいろいろ書いていますけど、結構自己流になってしまって、自分で結局判断しなきゃいけないわけですから、あ、これは利回りがいいとかですね、そういう自己流に結局陥っちゃってですね、それで物件を買うって非常に危険なんですよ。よく自己流は自己流って言うんですけど、本当です、事故りは事故ります。で、不動産はですね、事故ったら大変なんですよ。もうひどい物件をつかまされたらもう大変です。下手すると自己破産とかね、やり直しきかないです。で、それに対して私のはもう全然違います。私のやり方はですね、もう簡単に言うとですね、実績のあるプロとですね、教えになって信頼関係を結んでがっつり組んで、そしてやっぱりプロはプロですから、私たちはやっぱり素人なんですよね。この差は圧倒的に下がります。本屋で売ってる本をいっぱい見ました、これダメですから。本なんてのはね、結構書いてる人の偏見とか、たまたまうまくいった方法が書いてある、しかも書いてる情報古いです例えばちょっと専門用語で言うと積算法がいいとかで書いてますけど、もう今の時代あれ古いですからね、はい、ですから本を読んで私がやりますなんていう人ははっきり言います、やめた方がいいです。非常に危ないです。ですからプロの方にちゃんと探してもらって、物件とかね、あと銀行融資もどこの銀行、どこの支店がいい、どこの営業マンがいいとか全部情報持ってます。そういうところとがっつり組んでやる。あとさらにその組むのがいいのはですね、物件情報もですね、私が一般でネットで見ているものとかはもう雲泥の差があるんですよ。やっぱ物件っていうのは、いい物件っていうのはもうプロ同士のもう電話とかですね、人間関係で裁かれてきます。で、そこでもう残ったものが私たちが楽マシとかね、そういうサイトで見れるわけですよ。さて、どっちを買いますかって話ですよね。普通に考えたらこっちじゃないですか、はい、そういうことなんですよ。こっちで頑張りますか、いや、やっぱりプロと手を組んでね、信頼を受けるプロですよ、手を組んでやるというのが安全着実にいい物件をスムーズにやる気があればもう 100%、もちろん条件はありますけど、条件を満たしてやる気があれば 100% 買えます、いい物件をですね、というのが私とあと他のスクールとかコンサルとの違いですね、はい、私の不動産投資についてさらに詳しくお知りになりたい方、そして本気で不動産投資によって人生を変えたい方はですね、無料の通話アドバイスをしてますので、コメント欄にある公式 LINE アットに登録していただいて、不動産投資の相談をしたいとコメントを一言送ってください。そうすれば私がダイレクトにご連絡差し上げてアドバイスさせていただきます。本気でやりたい方お待ちしてます。